はい、皆さんこんにちは。こんにちは、フリースピリッツです。本日はこちら MPU さんから出ているカードケースカルディネをご紹介したいと思います。はい、お願いします。お願いいたします。はい、ということで商品紹介していきたいと思います。お願いします。はい、まず MPU さんなんですけど、結構有名な方ブランドになるので知ってる方も多いかなと思うんですけど、革を育てるをコンセプトにユニークな遊び心を盛り込んだアイテムを展開しているブランドになります。はい、ブランド名は作り手の村上さんに使い勝手をプラスすることで物が完成することを意味していて、このロゴの M プラスっていうのがそういう意味を示しています。こんなアイテムがあったらいいなを叶えるブランドになっております。こちらの商品なんですけど、カルディネという商品名が付けられていて、はい、カルディネはイタリア語で蝶つがいという意味を持っておりまして、はい、その名の通りパタパタと開く動作がまるで蝶つがいのようなカードケースになっております。ありそうでなかった発想はシンプルですごく画期的だなと感じました。はい、そしてマグネットや金具を使わなくても革を利用した留め具がこの両側に、おー、はい、ございますね。簡単に外れることがないので個人情報もちゃんと守ってくれるような役割もしています。ストラップがついておりまして、このストラップを首からぶら下げた時に胸元でかさばらないようにだったりとか、ポケットに入れることがある時にできるだけコンパクトな仕様になっておりまして、横から見ても薄いですね。そうなんですよ、2枚革はついてるんですけど薄くポケットに入れてもかさばらないような薄さになっております。名刺のサイズがぴったり入りまして、クレジットカードのサイズも収まるようになっております。このこっち側に楕円形のくり抜きもありまして、ここはあの指がカード入れてこのまま指でスライドさせるとスムーズに取り出すことができるようになっています。このストラップもですね、調整はできないんですけど誰がつけても絶妙な長さになっていますので、男女関係なく使っていただけるかなと思います。ということで本日はこちら MPU さんのカードケースカルディネという商品をご紹介させていただきました。商品の詳細に関しましては概要欄に URL 貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。お願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。